皆様不遇お過ごしですか。皆様不遇お過ごしですか。皆様こんばんは。不遇ニュースのお時間です。スウェーデン南部ナフォルムに住む女性が体験されたニュースとなります。性行為を断った相手男性から腹いせにおならをされたと警察に届けが出ました。警察は犯行動機の立証ができないとして女性の訴えを退けたといいます。女性は相手男性とベッドを共にするため自宅に招いたが、中に入ったところ心変わりし男性を拒絶した。すると不機嫌になった男性が女性宅を飛び出す際に悪臭を残す置き土産をしていったと言われております。被害に遭った女性の証言だとひどい匂いだった。男性をハラスメント容疑で告訴しました。罰金が最高1年禁錮刑に相当する罪状だったと言われております。だがスウェーデン警察はこの訴えを退け、地元警察当局にその男がわざと臭いおならをしようとしたかどうかの立証が不可能だと述べております。まあ、これはですね、まあ、日本でもあまり聞いたことがないんですけれども、やっぱりこの性行為を断られた腹いせでおならをしてしまう、まあ、その気持ち分からなくもないという男心もありますよね。僕はですね、家族の前でも一切おならをしないようには心がけてはおりますけれども、さすがにこのね、そういう約束のもとお家に行ったとすれば、なんで急に心変わりすんねんっていうところもあるとは思うんですけれども、まあちょっと僕からさせていただきますと、そういうムードに持ち込めなかった男側にも十分な責任が、過失があるのではないか。とんでもなく、おいおい俺、ここ数日何食うた、たまに強烈な悪臭ありますよね。おい、ゲボでも食うどんかいと。数十年溜まった井戸水飲んで、ゲボでも食うどんかいと。とんでもない悪臭放つ時がありますけれども、皆様、腸の調子はどうでしょうか。はい、ということで本日の不遇ニュース、ここまでです。本日の不遇です。僕の仲のいい、もうお友達と言わせてください、お友達で、さらにもう大好きで大好きでたまらない都市ボーイズ早瀬さんからですね、なんとですね、まあ、僕が編集とかスマホでやっているということを受けてですね、それじゃあ国沢さん大変でしょうとね、もっと効率的にいい方法ありますし、ちょっと僕使ってない iPad あるんでお貸ししますよって言って、なんとですね、こちらの iPad をお借りしました。はい、これですね、今ちょっと拭いちゃったんですけど、むちゃくちゃいいやつです。はい、を早瀬さんがですね貸してくれました。で、僕嬉しくて、もうこれでずっと編集を始めたんです。で、編集始めて初期設定の段階で早瀬さんに教えてもらいながらやって、で、初期パスワードみたいなのあるやんか、手で指でパッパッパって数字6桁ぐらいかな押すやつ、あれをしてなかったんですよ。で、フェイス ID みたいなのはしたんですけど、で、それでまあずっとやってこれて、先週ぐらいにお借りしたのかな、これは1週間ぐらいお借りしてるんですけど、で、朝起きて、じゃあ編集しようと思って、いつも通り席ついて iPad 開いて、さあやるぞってなったら、パスワード入力してくださいってなって、あ、おやおやと、これ設定してないけど、これ iPhone のパスワードと一緒かな、同期してるからと思って iPhone のパスワード打ったんですよ。反応しない、あれ間違ったかな。で、何度かやったんですよ。で、間違ったかな、ずっとこれがずっと続いて、で、おかしいなと思って、で、調べて初期設定にありそうなパスワードみたいなのも打ったんですけど、何も反応しなくて、やばいやばいと思っていたら、3時間ロックされました。これまずいです。どうしたらいい、なんでこんなことになる。俺マジでこの機械類苦手なんですよ、 Wi-Fi も含めて意味が分かんなくて、で、調べていろいろやってみたんですけど全然反応しなくて、
初期設定に戻したいんですけれども、その戻し方すらこれ動かないんで何もできない状態です。本日は無知から生まれた不遇です。さあ皆さんありがとうございました。本日のエンディング、今日はちょっとね短めの動画になります。というのも、先ほどの iPad 問題がありますので、ちょっとですねやらないといけないことが増えました。でさらにですね、ちょっと今日出かけたいところもありましたんで、なかなか編集が追いつかないということで、でも今日はどうしても動画が上げたかったんで上げさせていただきました。でですね、この不遇 TV、スタートしてまだ1週間も経ってない、3日4日かなぐらいなんですけれども、ありがたいことに400人超え、もう間もなく500人となります。これはですね僕だけの力ではなくて、リスナーさんであったりとか、協力してくれた早瀬さんなどの、お力がもちろんございますので、これね不遇 TV もほんまに盛り上げたいなと思っております。で盛り上がっていったら、ちょっとやっていきたいことっていうのが結構実はあります。で今後ちょっといろいろとね皆様にも協力してもらったりとか、早瀬さんとかもね出てくれたりとかするっていう約束をしているので、いろいろ他では見れない仲間たちの姿が見れたら、見れるようなチャンネルにできたらいいなって僕は本当に思っております。僕自身本当に楽しいチャンネルになっておりますので、ちょっとやっていきたいなと思っております。このままなので皆様チャンネル登録高評価お願いします。まずは目標1万人ということで、振り出しなんですけれども1万人の方やっていきたいなと思っておりますので、ぜひお願いいたします。でさらに、生配信限定チャンネル国沢一世の生配信部屋でもですね、そこで、怖い体験談を紹介したりとか皆様にとつっていただいてですね、本人の声で直接体験談聞こうじゃないかということもやっております。でそこにチャット欄に戻っていただいて、みんなで一緒に考察して本人にも聞きたいことを聞いていくというね、リアルタイムで、でそういうイベントじゃないな、生配信をやったりとかもしておりますので、ご興味ある方はぜひ、登録して見ていただけたらと思います。さあということで、どんどんこのチャンネルも進化させていきますので、皆様お付き合いよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。じゃあ本日最後の不遇ご紹介したいと思います。カッコつけようと思ってカラコン買ったけど、目に入れるの怖すぎて一個も入れれません。無駄遣い不遇。どうもありがとうございました。